みんな。今回は、勝利先生が今回の誕生日メールから、摩耗を感じてしまった、という動画です。ほう、それは何が起こったんだぜ。こいつを見てくれ。メールの内容か？そんなことでわかるのか？いや、そうじゃない、これを見てくれ。明らかにお土産がしょぼくなっております。ほう、ちなみにこれまではどんな感じだったんだぜ？まず、2020年、黄金の哲学で。なんと、金本。樹脂換算すると1冊だけでも20程度でしょうか。そして2021年。なんと、イムの溶媒。こちらは確定入手手段はなく、シューボスからランダムドロップです。そう、グレードアップした。2022年。はい、明らかにしょぼくなりました。完全に誕生日メールが摩耗しています。1年間で唯一誕生日メールのお土産に期待している、勝利先生ですが、やっぱつれえわ。という感じの動画でした。まあ、キャラクターが増えたから、その分総裁って感じなんでしょう、つれえけど。という感じで、残念だったぜって動画でした。ご視聴ありがとうございました。さようなら。